はい、ではこれからね、あの2個目の企画、実況 VR やったー、ついに来ましたよ、ついに僕らも VR っていうのをね、体験できますよね、はい、すごい、この装置近未来的な感じですよね、超近未来ですね、これはあの、そちらのカメラは気をつけながらね、気をつけながらの、はい、はい、まあここでちょっと、タマ様に、ぜひここに追従させてもらおうかな、あ、僕が、はい、はい、じゃあちょっとね、シャッシャッシャー、よいしょ、いやー、すごい、ちょっと、いろんなものが、引っ張りますね、足で、じゃあ、はい、これを、引っ張ります、はい、そして、はい、おお。頭に、おお。止まったですか、ちょっと自分を見やすい位置で、はい、はい、OK ですか、これで OK だと思います、大丈夫ですか、うわー、じゃあ行きますよ、なんかロボコップみたい、ロボコップみたいですね、ありません、はい、はい、はい、これで始まります、はい、ブルーズキャストが、そうです、あとはそこさそこしてください、お願いします、オンエア、おい、へい、始まりました、これね、あ、画面見えてる、これ見えてます、ははすげえ、はい、で、これまででいいのかな、はい、サメとの遭遇、はい、あ、これいいっすよね、はい、うわ、すーげえ、これ、これ、ブーちゃん、これね、あの、多分画面見てるよりすごいと思うよ、これ実際にやると、あれでは多分全然違うんだよね、これでいいのかな、はい、これって何かやるんですか、何も操作しません、ただ普通に進んでいくみたいな、はい、おお。新人さん、探索ライブに行くわ、相方のコナーの話だと、あれどの辺まで出っ張ってるか分かんないから、そうですね、これはかなりやる価値がありそうね、もう壁木だらけでもあそこに出たい岩が、いや、何言ってんの、そうですね、まあ、これの、あの、ね、船が上にあって、これでも動かさなくていいんですね、これね、動かせるものは何でも使ってくれ、そこに着いたらお宝を見落とさないようにしっかり見ていくよ、来た来た、上がりますんで、なんか来た、おお。いや、これすごいな、実況しよう、実況、私たちがついているから平気よ、結構聞こえてないのかな、なんかそういう、なんかロボットみたいなやつと一緒にね、下に行くみたいな、システムをチェックして、分かった、全システム異常なし、じゃあダイブスーツにリンクするぞ、3、2、1、よし、それじゃ行くわ、ケーキを画面に映したね、あそこに今田さんにいた岩が。できない、できない、できない、できない。カメさん、こんにちは。あれ？あ、できないです。カメさん、こんにちは。これ、触れないよ。しっかりね。ドローンの映像から状況を把握できるかも。ドローンからも情報が送信されるわ。はーい。さあ、海底まで。これを見てればいいな。はい。機械を見てればいいってこと？オーケー。ケーキの反応は良さそうね。ショーの始まりよ。ひょー。おお、すげえ。もうこの時点で怖い。ああ、触ってる。ありがとうございます。間違いなく何かここにありそうね。ほう。チャートを見る限りそこは。はい。ちょっと狭そうね。JJ のウィンチがあるし、彼の腕は確かよ、こちらはこういう何かがそっちに向かってる、ケーキに複数の反応があるわ、お、なんだどこだ、ケーキどうやって見るのこれ、あ、マンタだ、マンタ、おお。
お、また。はあ、すごいシュールな映画が流れてる、ね、今田さんの部屋が一瞬にして深海になりましたからね。だいぶシュールだと思います。浜様が何かつけていろんなところをただ単に見てるだけの動画なんですけども、これは VR、 これそしてこれ何、機械がいなくなったけど、VR という機械も今田さんもいなくなったけど、深海に行ってるという絵が多分見えてるなと思うんですけども、ここに何があるの？ね、何があるの？全くね、実況をしないんですよ。もうね、もう機械が動くわけで、これただ単になんか下で光ったゲームの体験をしてるみたいな。うわなんだこれは。感じになってますよ。何？おお。聞いてた。え？ああ。こうまず動きすぎてエリアが出ちゃう。ちょっと狭いかも。はい。気を引き締めて。ケーブルに注意して、ケージは揺らさないでね。何この生き物？わかった。ジェイジェイ、ウィーチしっかりね。あ！おお、来た。ナイスタイミングです。そして一人。あ。通信エラーが発生してる。声は聞こえる？じゃあゆっくり下ろすわよ。クラゲや。クラゲやな。何その素の発言。クラゲや。すごいですね。遠くまで一応ね、ちゃんとグラフィックができてるっていう。おー、来た来たー、クラゲ。これ、旦那はまだやったことないんですかね。俺なんですよ。ほうほう。結構、あれですね、画面上でも、うちら今、ゲームの、なんかどういう風に流れてるのか、タマさんが見てる視点をですね、モニターでこうやって、ちょっと見せますけど、こうやって見てるんですけども、結構綺麗ですね、グラフィック自体。ねえ、聞こえる？おお、すげえ。OK、通信リンクが回復した。もうダメかと思っちゃったわ。また声が聞けてよかった。カニさん、カニさんだよ。うん。JJ、ケージのライトをつけて。うん、いいわね。これって。うん？なかなか。一体どこから来たっていうの？長い。チャートには載ってなかった。これも見てるだけでこっちが賢いぞ。そうですね。JJ、あの船どこから来たのかしら。海底マグ。船？さあね、何の情報もないし、あんな大きなものが沈んだなんて聞いてしまってますね。じっくり調べた方が良さそうで。ついていけてない。間違いなく軍艦ね。軍艦巻き、軍艦巻き。ってことは、早くしないと誰か来る。あ、はい、すいません。プレイエリアの外に出てみましょう。現実に申されるオッケー、警報止めて。切っていくわよ。時間はないけど、そのスーツを着てれば平気なはず。お宝を見つけたと思ったら、得体の知れない原子力潜水艦ですって。まったく最高ね。最高だ。こんな面倒ごとを押し付けてきたってわけ。新人さん、この瓦礫からできる限りの情報を手に入れるわよ。手ぶらじゃ帰れないわ。潜水時間の方はどう？問題ないよ、ボス。放射線の方が問題あるかもな。くそ、地震計にまた反応があったぞ。落ちてくる破片に気をつけて。あまり時間がないわ。何かないか注意してみて。
あとはドローンに任せましょう。あ、もし下の方で強い熱信号の反応があるみたいだな。放射線の元凶かも。うん、すごいシュールですねこれね。これ外から見てるとアホの子みたくなってる。どう考えてもアホの子でしょこれ。あ、じゃあでその真っ赤になっていく。真っ赤よ。まさかコーナーはあれを見つけて欲しかったの。慎重にね、カーゴに気をつけて。爆発するのは勘弁。なんであれ無傷で持ち帰る。何が入ってるか上で見てみましょう。箱を売っているのは私たちだけじゃなさそう。待って、何か大きなものがそっちに向かってる。何ですか。俺は釣り餌じゃないぞ。来た、シャーク。シャーク、見たでしょうか、 VR をつけたガチャピンでございます。あっ、あー、来た、あー、来た、おい、酸素が、あー、酸素ボンベだ、酸素ボンベだ。回収して、回収して。あ、止まった。上もやばいし、下からもやばい。いいから、ちょっと引き上げて、うん、今すぐ引き上げて。そう、今当たるんだ。開けてください。開けてください。上の方、開けてください。柵は取れました。柵は取れました。お姉さん早く、お姉さん早く、死んじゃう、死んじゃう、私死んじゃうわ。ジラスね、ジラスね、なかなか。すぐ行ってるね。で、柵は壊れたはずなのに柵はある。ここに。壊れたはずの柵はここに。おお。挟まりやがれ、挟まりやがれ。おお。イエー、ナイス。イエス、ナイス。全くそんなお宝探し。初めてのダイビングはどうだった。いや、まだもう一回ぐらいあるでしょ、多分。全くだな、飛んだ初ダイブってとこが。何かしらあるでしょうよ。
レーダーによると何かこっちに向かってるみたいだぞ。ライバル登場。レーダーないね。レーダーの見方が分かんない。狙ってるってとこ。コーナー、後で覚えておきなさいよ。え？え？あ、え？終了。コントローラーが出てきた。いやどうした。外しますか。おお。結構あのいや組んだろうなって分かるけどすごいですね迫力が。はい。すごいこれねちょっと。はあ、いやーなんかね柵壊れたんだけど柵あったんですよ。ダンってダンってなって。ねすごい VR、ね、全く。実況にならない実況だったんですけど。ああごめんなさい。なんかあの体験はどうでした。ねすごいあのまずつけて見た瞬間にこの画面で見てるのにもう全然違うっていうか奥行きがあるから、うんうん、なんか本当にリアルな感じ、うん、でなんかちょっとねこれブーちゃんにも体験していただきたい感じですね。でですね、朗報でございます。はい、ハマ様が VR のそのコントローラーをつけ、はい、コントローラーというかね、はい、この見るやつをつけたあたりで、コミさん一人ゲットでございます。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。コミさんとありがとうございます。イエーイ。イエーイ。どちら様かはまだ分からないですけど、ね、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、VR 体験でしたけども、はい、あのね、いやなんていうすごい臨場感が思った以上にあって、なんかこう360度全部見れるから。どこ見たらいいか分かんない。え、どこ、どっから来るみたいな。で、何、ミッションも何していいか分かんないから、とりあえず、なんか目立ってるところをまず見るみたいな。そう、で、なんかこう、わーって追ってるうちに、なんか感想を言うっていうよりは、引き込まれちゃって、なんかその、わーとかあーとかしか言えなかったんですけど。途中で、カメさん、カメさんって言ってましたけど、カメさんっつって。カメさんがこう、ね、見て挨拶してくれたね。何回かこっちを向いてタマ様がくる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 回ってるのを見て、うん、あのガチャピンが何悪口言ってたのか外で悪口言ってたのかなんか笑ってんなと思って悪口か、はいはい、いやすごい楽しかったですねこれは。ぜひ来年あたり買いたいなみたいなぐらいの買いねえなみたいな。はい、なんか皆さんぜひ VR体験してみてください。なんかあの何だっけ、YouTube とかでプレイ動画みたいな VR のねあるけど、あのね全然違う。本当に。いやでも実際つけるとなかなかすごいですね。はい。まあ、あとはちょっと VR 長くやりすぎるとですね、ちょっときっとそうなるんだなっていうのは分かってはいたんですが、うん、今光で飛んでますけども、うん、ここら辺が真っ赤です。お猿さんのようになってしまっているんですね。そうですね、メガネをつけた後がついてますね。ちょっと俺的には分かんないですけど、まあまあ、あなんかそんな感じになっているというね。はい、ということで VR 体験でございました。ああ楽しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サメには気をつけて。ですね、皆さんずっとこっち見てますけど、こっち見てくださいね。あ、そっちだね。はい、サメには気をつけて。サメには気をつけて。はい、ということで、2個目の動画 VR でした。初体験。